僕とて、雲作り職人ではない。とホームズは笑う。全く単純なことだ。もちろんのこと、通りにいた人は皆協力者だ。今夜のためにまとめて雇った。そんなことだろうと思った。それと突発した喧嘩の際、僕は手のひらに溶かした紅を隠していた。走り込んで転倒。顔をひしっと叩けば、哀れ見せ物の完成。古臭いインチキだ。ある程度察しがついた。人々に僕は担ぎ込まれた。嫌とは言わせない。あの時他に何ができよう。僕が怪しいと睨んでいたあの居間へ通された。今か寝室のいずれかと踏んでいたが、どちらか見極めたかったのだ。ソファに寝かされ、酸欠のふりをし、窓を開けるよう仕向けたので、いざ、後期というわけだ。あれで役に立ったのか。まさに作戦の核だ。女性というものは、家が火事になれば、本能的に最も大切とするものへ駆け寄る。いかんともしがたい衝動というもので、一度ならずも利用したろう。ダーリントンすり替え疑惑やアーンズワース城の件でも世話になった。既婚女性はその赤子を抱え上げ、未婚女性は宝石箱に手を伸ばす。今日の淑女は我々の探すもの以上に大事なものが家の中にあるとは到底思えない。必ずやそこへ行くはず。君の見事な叫び声、煙との相乗効果で、鉄の心も揺るがせる。彼女は鮮やかに反応してみせた。写真は右側、呼び鈴の紐のすぐ上、羽目板をずらしたくぼみの中にあった。たちまち彼女はそこへ行き、半分出したのが垣間見えた。僕が誤報だと叫ぶと元に戻し、発煙筒を一別して部屋から飛び出したきり、姿が見えなくなった。僕は体を起こし、なんとか口実を作り、家から抜け出したのだ。すぐさま写真を手に入れるか躊躇したが、業者が入ってきて僕を凝視したものだから、慎重になった方が安全だと思えたのだ。せいてはことをし損じるからね。これからは、と私。我々の調査は事実上終了。明日、を同伴で尋ねる予定だ。君も帰宅は来たまえ。今で待つことになると思うが、彼女が現れた時には、写真とともに消え失せるという寸法だ。陛下も手元に取り戻せると満足なさることだろう。いつごろ尋ねるつもりだい？朝8時。彼女はまだ起きていないだろうから、自由に仕事ができる。だが、迅速に行動するに越したことはない。結婚で生活習慣が様変わりしているやもしれぬ。早速王へ電報を打つとするか。我々はベーカー街にたどり着き、戸口で立ち止まった。ホームズが懐に鍵を探ったとき、誰かが通りがかり声をかけられた。おやすみなさい、シャーロック・ホームズさん。そのとき、歩道には幾人かいたが、挨拶したのはそのアルスターをまとった細身の青年らしく、急ぎ足で去っていった。あの声、聞き覚えがあるが、とホームズは街灯で薄く照らされた街並みに目を注ぐ。はて、誰だったか。その晩私はベーカー街に泊まった。翌日我々が朝のトーストとコーヒーを取っているとき、ボヘミア王が部屋へ駆け込んできた。手に入れたとな、と王は。シャーロック・ホームズの両肩をつかみ、顔をぐっと覗き込んだ。まだです。だが、見込みはあるのだな。
ございます。では来たまえ、もう我慢ならん。辻馬車を呼びましょう。いや、世のルームが待たせてある。それは助かります。と我々は開花へ行き、再びブライオニー荘へ向かった。イレーナ・アードラーは結婚しました。とホームズ。結婚とな、いつのことか。昨日です。果たして何やつと。イギリス人弁護士で名をノートンと。そんな男を愛すまい。僕としては愛していることを望みます。何故望むのだ。理由は、陛下は将来悩まされずに済むからです。その女性が夫を愛せば、陛下を愛すことはない。陛下を愛さないのなら、おのずと邪魔をする理由もなくなりましょう。なるほど。それにしても、ああ、世の身分にふさわしくあれば、なんと素晴らしき妃となったことか。と王はふさぎ込んで黙ってしまい、サーペンタイン並木道に着くまで口を開かなかった。ブライオニー荘のドアは開かれていて、年配の女性が石段の上に立っていた。ブルームから降りる我々を女性は冷ややかな目で見守っていた。シャーロック・ホームズ様とお見受けしますが、と女性。僕がホームズです、とパートナーは答え、不審と驚きに満ちた眼差しを向けた。まあ、奥様があなたがお越しになるとおっしゃったのです。奥様は今朝方旦那様と共に5時15分、チャリングクロス発大陸行きの汽車でお立ちになりました。なんと、とシャーロック・ホームズは無念と驚愕のため顔面を蒼白にして立ちくらむ。